1分間で家を出ろ爆速モーニングルーティン対決では早速ルールを説明していきます。テンション高いわ。テンション上げていきましょう。ルール、はい、あちゃんもう寝起きや。ウェブに上がったらあかん。全国に上がるからよこれ。サボサのままでカメラの前。ガチの朝やもん。ルールを説明していきます、はい、今日はですねお二人には1分間で朝の支度をして家を出てもらいます。1分オーバーしてしまうと、はい、1秒ごとにポイント、はい、1ポイント減らしていきます。ああなるほど。で朝の支度ではいろいろあると思うんですよ、モーニングルーティーン、うん、そこに今回難易度ごとにポイント引き分けてあります。じゃあそれではモーニングルーティンのポイント紹介していきましょう。それではポイント紹介に入ります。今回1ポイント、3ポイント、そして15ポイントに分けさせていただきました。それでは1ポイントから紹介です。着替え、歯磨き、洗顔、牛乳一杯好きになってます。牛乳は簡単だと思います。どんどん調整してもらいたいです。次に3ポイントがヘアセット、パンケーキ1枚につき、そしてドライヤーになってます。まあ1分でもねパンケーキ食うのちょっときついと思うんですけど頑張ってください。15ポイントが入浴ですね。これやる人はいないと思う。はい、では2人何か狙ってる項目とかってありますか？狙ってる項目か、はい、まあでも俺は確実に1ポイントずつ貯めていくかな。確実にね、うん、確実なものをやっていく。レイさんはまあでも勝ちたいんでどうせならかっこよく全部やります。おお。全て全部やる。事故る。1分以内に全部全部に1分でちゃんとやりきってね。47秒で全部。よろしいでしょうか。はい、では、はい、それでは早速競技の方を進めてまいります。はい、レッツモーニング。モーニング。いきます。スタート。10秒。20秒。30秒。40秒。50秒。あと10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、ではそれでは挑戦を終えた辰木さんに入ってきてもらいましょう。お疲れ様でした。そうです。大丈夫。はい、では挑戦を終えたたつきさんに帰ってきていただきました。お疲れ様です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 。ちょっといろいろやってたけど。いや全然、ね、めちゃめちゃやったでしょ。プレッシャーやわそれ。結構いったでしょポイント。早速、はい、もうポイント発表していきます。たつきさんのポイント集計結果、はい、2ポイントでした。いや、低っ。は待って、おかしいじゃん。もう出たよ、出た。なんでその少ないの。結構やってったよ、1ポイント。不満。不満。マジ不満。うん、ちょっとじゃあ、それぞれね、確認していきます。確認お願いします。まず、衣装。うん、着てんじゃん。これが、ね、着てるでしょ。それはアウトじゃん。それ、不満はだって、表参道いけない。アウト。それはアウトですね。うん、なので、まあ、罰のポイントには加算しませんでした、うん、次、洗顔。まあ、洗顔はね、ありっていうことにして、うん、うん、してるね、うん、1ポイント。で次に、うん、何ワックス。ワックス、したじゃん。ワックスしてるでしょ、中二でもそんなつけん。中二でもそんなつけんしてるじゃん。まあ、してるでしょ。つけてあるって言うんで、まあ、プラス、いるいる。これは3ポイント、ヘアセット、うん、歯磨きは
してたよ。してた。歯磨きはしてた。うん、でも見たよ。パンケーキを口の中入りつつ歯磨き入ってるのはあれ両方なしでしょ。5、4、3、2、1、0。ということで、まあ、歯磨きとパンケーキどっちもポイントには加算しませんでした。は？まあ、まあ確かに食い切ってないもんね。食い切ってないんで。うん、頑張ったけど。まあ牛乳は飲んでたんで、1ポイント。うん。っていうことで、まあ合計が5ポイントだったんですけど、ちょっとね、タイムをオーバーしてしまったんで、マジか !3 秒。え、あれで5ポイントから3秒。オーバーした3秒を引いて、合計2ポイントでした。お疲れ様です。不満だわ。多分これイライラするよ。レンさんですけど。うわぁ。まあ、余裕かなって。パンケーキなんて多分。これを見て。全部食えるし。マジっすか。うん、絶対勝ちます。お疲れ様でした。じゃあ次、レンさん。用意の方、お願いします。はい、いきます。はい。じゃあ、始めます。スタート。10秒。20秒。30秒。40秒。50秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まさか衝撃的着衣のまま海猿すると思うんだった。The last message。 海猿かっこよかった。なんかかっこよかった。もうラストミッションって感じだよね。うん、ポイントの方確認していきます。牛乳を一杯飲んでましたよね。消しましたね。はい、なんでそれで1ポイント。よし、まあ、パンケーキをその後持ちながら来たんですけど、うん、パンケーキは食ってないので。パンケーキ海猿して食ってないよね。パンケーキは海猿して食ってません。食べきれてないね。あれは確かに。ポイントには加算せず、はい、入浴で15ポイント。ちょっと待って、ちょっと待って、これ入浴ですか。これ入浴ですか。そうだっけ、洋服着たまま入んだっけ。やっぱウェブでさ、全裸は。まあ15ポイント。よっしゃ、加算してタイムは59秒で、余裕は。すげえ、それはすごいわ。クリアしたんで、1分以内にクリアするってのは成功してますけど、ちなみに歯磨きも何もしてません。あの口臭いまま出てきてます。ちなみに。でもまあ初代王者ってことですよね。そうですね。まあポイントで言うと16ポイント。圧勝なので。何ポイントだっけ ?2 ポイント。8倍。まあ第1回爆速モーニングルーティン対決の勝者は、レイさんです。やらすー、やらすー。悔しいわ。違う。マジでこの人、また最悪。ありえねえ。もうやだ。